教会の悪魔。4月最後の日曜日の朝、ゲオリクが王宮に勤め出してからこの日が初めての休日となった。ゲオリクはミハイルの誘いでカーマゼン南地区のアジェストロ教会へと共に向かうことになった。やれやれ、サンジェルマンのやつも誘ったんだが、今日はどうやら仕事らしい。仕方がないだろう、サンジェルマンは国の重要人物だからな。それでもリリスの葬式や俺がカーマゼンの屋敷に越してきてからよく顔を出してくれている。そういえば俺もカーマゼンへ戻って初めての礼拝だ。幼い頃はよく父上母上と来ていたがな。お前は小さい頃から甘ったれだったんだな。俺は8歳の誕生日以来自ら礼拝に通っていたぞ。お前のような長男の跡取り息子とは違って4人兄弟の末っ子ともなるとほとんど放任主義だったからな。すまない、もう少しゆっくり歩いてくれないか。大丈夫か？お前顔に血の気がないぞ。神聖な場所を汚す者よ。汚れた血のもとに生まれたものよ。これ以上神聖な領域に踏み込むならば、永劫に続く苦しみを永遠の豪華でお前を焼き尽くそう。1億の光の剣がお前の喉をかき切り、1000億の光の矢がお前の心臓を貫く。という名の鉄槌と安らぎとを引き換えに、冥界での永遠の苦しみを与えよう。どうした？お前体が震えているじゃないか。すまない。ちょっとした立ちくらみだ。大したことはない。前にも汗が浮いているじゃないか。教会の待合室で少し休ませてもらったらどうだ。いや、ここで結構だ。少しここで休ませてくれないか。何を言っている。教会の前まで来て中に入らないというのか。教会から足が遠のいていた報いだ。お前の心から来る気遅れが己を責めているだけだ。天上の父もさぞかしお怒りだろう。神のもとにひざまずき過ちを懺悔するんだ。いいな。さあ礼拝に行くんだ。それができぬとはこの俺が許さん。これはミハエル様。
こちらの方は？私の良き友人で、ゲオリク・ザベリスクと申します。ゲオリク様ですね。神父様、実は彼は最近大きな不幸に見舞われました。彼は自分の村を焼き打ちにし、何百人の村人を全員死に追いやったのです。ミハイル、一体何？全ての村が完全に火の海に飲まれたのを見て、この男は満足と安堵に満ちた表情をしていました。命乞いをする村人を一夜にして死に追いやったのです。この男は悪魔だ。異臭の前に連れて行け。爪を吐き、車輪で引き潰し、骨に肉の残らなくなるまで完全に馬で引き回せ。何事もなかったかのように普通に善良な人々に紛れ込んで暮らしているが、この男こそ間違いなく悪魔だ。ミハイル、やめろ。どうした、ゲオリク？顔から冷や汗が落ちているぞ。幻聴だったのか。さっきまで俺を責めていたの。しかし、とてもただの幻聴とは思えない。大丈夫か、ゲオリク？お気分が優れないのでしたら、しばらく休んでいかれては。村のことを思い出しているのか。神父様、彼は生まれ育った村を火事で亡くし、傷ついているのです。お気の毒に。どうかあなたにも神の御心が共にありますように。我が子よ、主の懲らしめを軽んじてはなりません。主に責められて弱り果ててはいけません。主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に鞭を加えられるからです。試練と思って耐え忍びなさい。神はあなた方を子供として扱っておられるのです。父が子供を懲らしめないことがあるでしょうか。もしあなた方が誰でも受ける懲らしめを受けていないとすれば、私生児であって本当の子ではないのです。お取りなさい。これは主の体です。これは多くの人々のために主がお流しになる血、契約の血です。
どうしました？ゲオリク、何をぼんやりしている？さあ、早く手に取れ。この感じを。あいつが俺のそばに近寄ってきた。あの時の感じだ。まったくこんな時に忌々しい。よくわかったな、ゲオリク・ザブリスク。未来の我が主。こんな現れ方をするのは貴様しかいないからな。神への忠誠などやめておくことだ。そんな馬鹿げた。そうまでして一体何を求める？救いか、社会的信用か。救いなどいらん。ただ弱き者の魂を救ってやりたいだけだ。諦めろ。もうお前の祈りでは神からの救いは未来の永劫受けられる。そのパンやワインは汝の肉体には猛毒。悪魔の血肉が神父にとってのタブーである、猛毒である。思い出せ、何時か殺した村の人々の悲鳴を。もはや弱き心こそ何時の敵と思う。大丈夫ですか？どうしたんだ？早くお前も飲み干せ。大丈夫ですか？無理なようでしたらご無理をなさらなくとも。なぜだ？なぜ飲めない？表へ出ろ！手が滑っただけだ。他意はない。教会は神の意向を汚す者め。まさか神に背いた行いを異教の徒になったのではあるまいな。違
違う、そのようなことは決してない。すまない、水が欲しい。話は後にしてくれないか。ダメだ、来い。お前には話をつけなきゃならない。ここならいいだろう。本音を聞かなければ意味がないからな。いいか、お前が本当のことを言うまで俺がお前に拳をくれてやる。病人面をしてごまかそうったって無駄だぞ。弱き者を守るのがこの騎士たる者の務めだが、それもあくまで信仰ある者への誓いだ。お前が異教徒であるなら、この俺が回収させるまで。ミハエル、なぜだ、なぜ礼拝を拒む。なぜ口にした聖体を吐き出した。なぜ。やめてくれ、本当にめまいがして倒れそうだ。では質問を変えよう。貴様が消えていたあの3年前、お前本当はどこにいた。何度も言っただろう、意識不明で家で倒れていたと。お前が夜ギュントリンクの森へさまよい出していたという噂を聞いたことがある。心当たりがあるだろう。あの時は意識がほとんどなかったのだ。そんなことを聞かれても答えられるわけないだろう。話にならんな。俺のところにも異端審問の調査が来た。お前のことをあれこれ聞きたがっていたぞ。一応お前に有利になるように好意的に答えてやったが、今回お前が王宮の医師になった時点で調査の手が緩むか、より疑われていくか、俺にもわからん。ただな、お前が親友だからこそかばっていた。お前を信じていたからな。お前の今後の態度によっては、この俺が自らお前の真実を暴かねばならん。国と教会に仕える者として、友愛より真実を重んじる。今からでも遅くない。お前が回収するというのなら目をつぶろう。またお前と共に礼拝に行くとしよう。その時お前が同じことをしたら、いいか、今からでも俺はお前にこの刃を向ける。覚えておけよ。は残念だが、もう俺は行かねば。大通りで辻場所でも拾うがいい。久しぶりだな、ミハエルを怒らせたのは。やはりこんな自分を神もお怒りなのか。俺はやめはしない。リリスを暗闇から救い出す手立てを見つけてみせる。
サンジェルマン博士、日曜日なのに熱心ですね。いえいえ、旧式の機械兵クロムクルセイダーたちもそろそろ生産を打ち切るようですからね。今回のチューンの良し悪しで多分最後の開発になるかどうかが決まるようなので、つい丁寧に見てあげないとと思って。やっぱり開発が止まるというのは。税金の無駄だ、殺人機械など非人道的で無駄だと言われてきましたけど、まあ本当のことだし致し方ないですよ。でも僕、小さい頃に見たこういうロボットが動くのを見るのが好きでね。僕も好きでしたよ。最初は簡単な動作でも感動しましたけどね。しかもこういう自立型で人間そっくりにできるものを見たら、それだけで嬉しかったんです。じゃあ僕と同じですね。確かに戦力としては無駄だらけですよ。なのにどうしてこう人間の似姿を作るっていうのは面白いんでしょうね。これが兵器じゃなかったら、僕はもっともっと純粋に没頭していたかもしれません。まあこういうことに一番予算を避けるのは軍需ですから。現状はそれも仕方ないでしょうね。実際隣国エーデルンとの戦争の勃発も近いと言われていますし、これが最後の開発になるかもしれないと思うと少し思い入れがあってね。僕もです。それにサンジェルマン伯爵の下で研究できるというのも嬉しいです。グレーニング博士が王宮に来てから、開発費の高額な旧式のクロムクルセイダーは開発を止められていましたよね。ええ、生体兵士の開発は完全に国王と軍の方針と目的にかなっていましたからね。チェインクルセイダーですか。僕もバイオは専門外なのであまりわかりませんが。そうです。僕も本来は専門外なのですが、なぜかいつの間にか中心的に関わることになっていました。不思議なものですよね。ロボットなんか好きで、でも戦争や兵器は苦手だったのに、その苦手な方ばかりにすっかり支配されてしまって、どんどん最初に好きだったことから離れていってしまって。サンジェルマン伯爵らしいですね。でもなぜかあなたに任せておけば安心という気がします。僕は平民の出ですが、貴族というと自分の出世や蓄財のためだけに生きているように思っていたのです。ですがあなたのおかげで貴族の印象がだいぶ変わりました。そうですか。僕だって十分世間知らずだし、贅沢なお菓子も好きですよ。それでもやっぱり僕はあなたについていきたいと思います。ありがとう。お父様、私はお断りします。大
一体一ヶ月に一度だなんて、あの医師の検診は頻度が高すぎますわ。しかしお前のことが心配だ。病気がちなお前が流行り病のたびに必ず悩まされているのを見ているからな。聞きましたわ。ゲオリクがブルーノの助手としてついていらっしゃるのでしょ。私、医師がゲオリク一人だったら検診を受けますわ。ですが、あの男の診察は嫌です。異常な種類の処方薬、外出はできる限り禁止、食事内容も全て管理。もう耐えられないわ。それに少しでも自分のやり方に合わないと、無理やり遠方の病院で療養を取らせたり、心身の病だと閉鎖病棟に隔離したり。そう言うな。お前のことを心配してのことだろう。お前の婚約者でもあるのだからな。そう毛嫌いするな。私はこの婚約を破棄します。もともと私の知らないところで進んでいた話なんですから。婚約破棄だと？そんなことが許されるわけなかろう。やはりこちらでしたか。簡単な問診票をお渡ししに来ました。ノックしなさいと言っているでしょ。失礼ね。問診票ならそこに置いておいて、後で見ますわ。生意気なお嬢さんだ。しかしどの道、あなたは私と結ばれる運命です。あなたは私の婚約者なのですからね。無礼者、シルフィー様を放しなさい。また出て行きなさいですか。この私に向かっていい度胸です。父上も望まれているのですよ、私とあなたの結婚をね。黙りなさい。私を侮辱しようだなんて、軽率だわ。結構です。それではあなたがご贔屓にしているザベリスク博から直に聞いてみたらどうですか。あなたのことは気に入っていますよ。ぜひあなたの従順さを私にも見せてほしいものです。ではごきげんよう。冗談はやめて。あなたなんかに手なずけられる気は。危ない。シルフィー様、お怪我は。私は大丈夫。それよりあなたの手、血が出てる。大丈夫ですよ。このくらい舐めておけば治ります。本当だと思う？シルフィー様の注意を引きたいだけに決まっていますわ。そうよね。でも私も分かっている。王族に生まれついた以上、
好きになった人と結ばれるのではないか。私を甘やかしている父上と国王としての父上はある意味別人格だわ。父上は自分にとって一番利用価値のある男を私の結婚相手に従うでしょう。当然のことだわ。だけどブルーノだけは、あの男とだけは。このまま国王にお世継ぎがお生まれにならなかったら。シルフィー様が正当な王位継承者になるはずだわ。ブルーノには方策があるのでしょう。ブルーノの思い通りにはさせませんわ。この私がシルフィー様のおそばにいる限り。そこの方、大丈夫ですか？何でもない。放っておいてくれないか？そういうわけにはいきません。何やら普通の方とは違う病気があなたを蝕んでいるようですからね。どうしたことだ？この男、一部始終を見ていたのか？それとも。立つこともできませんか？ああ。よろしければ、私の店で少しお水を差し上げましょう。それに、あなたには少し薬が必要だ。お体の具合を見て、適した薬を私の店で処方しましょう。あなたは医者なのか？私はこの近くで雑貨店を営む者です。多少の薬草なら処方できます。無理にとは言いません。私は知ろうとする者に忠実なもの。それが必要かと思ったのでお声をかけしたのです。ではすまないが、あなたの店で水をいただけるだろうか？わかりました。申し遅れました。私の名はヤン・ファン・リュースブルク。どうしたことだ？急に体が軽くなった。いいですか？ゆっくり歩いてください。困りましたね。どうやらつけられているようです。少しまやかしをかけましょう。来ましたよ。大丈夫ですか？ここは一体。私の店、金のガチョウ屋です。少し前からここで雑貨店を営んでいます。俺のことを知っているのか？なぜこの俺を助ける？ちょっとあなたの服装に見覚えがありまして。俺の服装？ええ、詳しいことは後でお話ししますが。
ひどい熱、それにこの発疹。大丈夫ですか？一体どんなとこ。苦しんでいるようだ。どうやら汝はまだ神の祝福などを受けようなどと甘い考えを持っていた。メフィスト、なぜお前はいつもこうして俺の前に現れる。まさかこの痛みや苦しみはお前の仕組んだものか。とんでもない。これは汝の選択による結果。そしてザベリスクから呪われた血筋のもたらす。ザベリスク家が呪われているだと。その通りだ。もう何時は教会の中へ一歩も踏み入れることを許さない。大きすぎる罪は永遠に消えることのない罪として記憶され、何時を確実に地獄へと導く。実際悪魔である我は何時の危機を救い、妹の命を救ったではないか。それに引き換え、今の何時に神が何の恵みを与えてくれるというのか。何時のその痛みは、神が今何時に与える唯一の神からの救いなど、もうありえない。救いや恵みばかりを望むわけではない。乗り越えなくてはならないものだとしたら、神の与えた試練だと思うのだ。魔族家の多い輩だ。神の代行者である異端神門が、汝の首を狙っているぞ。魔女リリス・ザベリスク、その前にゲオリク・ザベリスクを吊るし上げろ。デタラメを言うな。デタラメなものだ。温厚なる紳士タウラー卿にも白羽の矢が立った要注意人物リストがあったのをご存知か。カーマゼン修道会楽園リスト、タウラー卿の危険度は5段階中下から2番目のレベル2だったのだ。何時についている危険もそれをはるかに上回るレベル4だ。嘘をつけ。何か証拠でもあるのか。嘘などつかぬ。信じられるというのならその道の者に聞くことだ。王宮のコネクションを利用して我が身を守るのよし。目を覚まして、耳を傾けてはいけません。あなたの意識が乗っ取られてしまうから。すみません。貴様、何をする？貴様、俺を殺すつもりか？
違います。これは俺の衣服ではない。この切れ端はまさかメフィスタの。よかった、顔色がとてもいいようですね。中和剤が効いてよかった。あなたはとても変わった体の持ち主のようだったので心配だったのですが、私はこの雑貨店の店主ですが、ちょっとした薬の調合などもやっているんです。最近は身近な種類の薬草もなかなか手に入りにくくなってきていますから、自家栽培した薬草があってよかった。リュースブルク、お前は俺のことを怖いと思わなかったのか。いいえ、ただあなたが今後私の店のお客様になってくださればと。なんだと。実は先ほどあなたの袖のカフスにウロボロスが彫られているのを見ました。あなたはゲオリク・ザベリスク、ウルフガング・ザベリスクの一人息子。そうですね。ほう。ここはカーマゼンで唯一の錬金術師の店です。魔術用具も扱っています。禁止令を知らないのか。なぜこの俺にそれを。禁止令のことは知っています。だからこそ材料も器具も手に入りにくい。あなたは錬金術師の象徴ウロボロスをデザインされたカフスをしていた。蛇が自らの尾を加え輪を作る図は錬金術師たちの象徴だから、あなたもまたお父上のように錬金術師の道を選ばれたと思ったのです。わかった、そういうことなら。ウロボロス、自分の脳を飲み込む蛇の図、錬金術そのものを表す。あらゆるものが全体へとつながり循環する概念を表現している。本や材料は仕入れるとすぐに出て行ってしまいますから、いつも少しずつしか置けないのですが、いつも本や道具、材料などその時々で置いています。今日は本は入っていないのですが、この辺りではいかがですか。哲学者の卵、水晶でできた球形のフラスコ、アタノールと合わせて錬金術の基本の道具としてセットで必要とされる。ありがとうございます。それではお包みいたします。また何か入り用なものがありましたらいつでもいらしてください。
ところで、占いには興味がおありですか？よろしければ私があなたを占って差し上げますが。それではこれまでのあなたの行動をもとに今後を占ってみましょう。心を静かに研ぎ澄まし、あなた自身と天の意志との関わりをイメージしてください。私の内にも、そして外にも増します神よ。どうしてあなたを疑うことができるでしょう。人生の借り入れにあたり、私は種まくもの、そしてまかれるもの、現れいずる神のお姿の一つ、そして神ご自身のもの。どうか言葉から言葉へと、業から業へとお導きください。マンナズ、自己、人間を表すルーン、喜びのルーンの相対形。自分自身への謙虚さを持つことで周囲から得られる協力を暗示。今あなたを支えてくれる友人を大切になさってください。運はあなたに味方してくれるでしょう。神のご加護と宇宙の秩序がいつもあなたと共にありますように。そしてこの信託があなたの旅に良い導きをもたらすことを祈って。占いはあなたの行動や考えが大きく変わればまた変わってくるものです。よかったらまたお店にいらした時に占って差し上げましょう。また占いがお役に立つ時があれば私に言ってください。なんてことだ、ついカッとなってお前をあれほどに罵ってしまうとは。どうしてしまったんだ。ずっと三人で一緒にいたあの青春時代が終わってから、お前はどんどん遠い存在になっていってしまった。頼む、俺を裏切らないでくれ。他人の目はごまかせたとしても、この俺の目はごまかせない。そして仮に俺の目をごまかせたとしても、神の目はごまかせないのだから。我らの天の父よ、どうか私の親愛なる友ゲオリク・ザベリスクの罪をお許しください。どうしても彼の罪が許しがたいほどに膨れ上がったその時には、その戒めを私の手で与えることをどうかお許しください。なんだ、
ミハエル・ランプト、神の子。汝は愚かさを避け、正義、経験、信仰、愛、忍耐、柔和を熱心に求めよ。信仰の戦いを戦い抜き、永遠の命をその手に獲得せよ。すべての者に命を与える神と、天上の父の御前で、汝に命じる。我らが父の出現の時まで、汝は命令を守り、傷のない、非難されるところのない人間であるように。ミハエルよ、委ねられた者を守るように。そして、救い主である唯一の神に、栄光、尊厳、支配、権威の永遠の先にも今にも、よよ限りなくあるように。今の声は、この俺への信託だろうか。外ではすでに日が傾き始め、教会の美しいステンドグラスに西日が差し込む。他の人々には何も見えたり聞こえたりはしていないのか。誰もが普段と変わらぬ礼拝を行っていた。その中でミハイルはただ一人、高ぶる感覚を抑えながらその場に立ち尽くしていたのだった。